バッドモーニング、現役 JK こと現役地獄警備員の宇佐美ペロリナでございます。今回は俺様がマイスロ、マイパチ、スロプラス、ユニメモの盛り上がってる地域をダーツで見つけようという企画でございましてですね、その盛り上がりを調査するにあたって使うアプリがございます。それがこちら、勝ちナビ。この勝ちナビというアプリはですね、マイスロ、マイパチ、スロプラス、ユニメモの情報を吸い上げて地域の盛り上がり情報が一目でわかるアプリとなっております。そして今回は俺様がなんとダーツを5投投げてマーカーを200個以上確認できれば、ご覧の視聴者殿たちに俺様の超レアなプロライターチップスカードをプレゼントできるという企画になっております。そして調査する地域はダーツで決めるんだけれども、それに使うのがこれだ。じゃーん、日本地図です。相当難しそうだが、早速やってみようか。それじゃあダーツ5投投げていきたいと思いますけど、もうねめちゃくちゃちっちゃいんだよな。いきます。神戸、神戸市です。神戸市は結構あるんじゃないか。あ、東京ですよ。一応小笠原諸島の近くなんで東京都って書いてありますよ。あ、宇都宮ですね。あー、おー、すごい、ドンピシャで俺の地元所沢に刺さったで。あー、残りの1頭だ。しょうがない、魔力を使うしかないな。魔力よ高まれ、いくぞ、ドドンマパワーで決めてやる、いくぜ。おお、東京入ってるよ。これはね、よっしゃ、新宿だね、これは。やりました、東京。よし、じゃあまず神戸だな。まずここをタップすると検索できるので、神戸と入力、そして調べるといろんな神戸がヒットするから、俺様がダーツで指した兵庫県の神戸をタップするぞ。おい、出てきたぞ。これが神戸。お、結構あるぞ。ちょっと計算していこう。5個、9個、2個、5個、14個、6個、12個、23個。さて合計は76個。俺様の計算力についてこられたかな。76か。結構序盤から溜まったんじゃないか。神戸はね、結構俺様マークの布教に行ったりもするけど、おじいちゃんの出身地だったりもするな、実は、実は関西の血も流れてるんだ。小笠原諸島出てくんのかな。小笠原出るか。あった、地域候補、東京都小笠原村出るんだ。え、ポイないね、さすがにないか。小笠原宇都宮は結構出そうだぞ。調べるね。宇都宮完了。栃木県、宇都宮出た、ドン出た。ここまでかな。合計が69だ。お、まあまあだね。神戸とそんなに大差ないぞ。所沢が刺さるとはな。よし、あ、出た。ちょっと所沢いっぱいあるんだけど、普通の所沢。ダン。お、1個。
下は東村山だな。だから1個だな。ああ、32個だ。もうここだけ。ついに来たよ。東京。東京新宿。ダダーン。うわあ。さすが都心は盛り上がってるな。もうこれは合計214。え、今のだけで214ということは合計が391。わあ、もうこれはこれはもう余裕の余裕の200超えでございました。クリア。ちなみにこの表示されてるアイコンをタップすると詳細が見れるようになってるのだ。試しに見てみようか。おお、ボーナスや ART の初当たり回数、総ゲーム数まで見られちゃう。すごいなあ、データまでこんなに。すごく便利だな。さらに今回俺様はダーツで調べたけれども、勝ちナビアプリはちゃんとランキングという機能もあって、すぐに盛り上がってる地域がわかるから便利なんだぞ。まず全国ランキング見てみよう。はい、この通り。これはガブメダル枚数のランキングで、右隣のマーカー数ランキングというのをタップするとこの通り、マーカーの個数も一目でわかるのだ。というわけで結果は391個。いやー、まあ余裕だったな。俺様としては当然の結果だった。そして今回のプレゼントである限定ライターチップスカード、俺様のライターチップスカードはパチガブのアプリの景品として登場することになります。というのも、勝ちナビを使うとですね、パチガブで使えるガブメダルっていうものがもらえまして、そのメダルを使うと景品への応募ができるようになります。なので、ぜひこれを見ている諸君たちもガブメダルで景品応募してみてくれたまえ。ちょっと俺様も一回やりたい。抽選とかめちゃくちゃ好きだから、景品応募とか。じゃあ今すぐ抽選。ちなみに俺様はガブメダル177,040枚も持ってるぜ。これ何応募できんだろう。ご当地景品とかいっぱいある。お、抽選までやってるやつあるぞ。あ、いいねこれ。天然温泉アーバンクは温活満喫コース無料ご招待券ペアチケット、めっちゃいいじゃん。あ、個数がここにも書いてあるんだね。じゃあもう当たった順になくなるって感じだ。じゃあ俺これに応募してみたいと思います。17,000枚、余裕じゃねえか。よし、全突破でいこう。抽選いきます。えい、はい、同意してくださいね。ほい、お、抽選中、お願い、ドドンマ。あ、青誰。おお、残念、外れた。よし、もう一回っていう感じで、ガブメダルがあるだけお好きな景品に応募できるんで、ぜひとも応募してみてくださいね。でも、もうガブメダルって無料で貯まるのにこんな景品に応募できるってめちゃくちゃいいじゃんね。ということで、ぜひガブメダルいっぱい勝ち並みでも貯めてみてくれたまえ。それじゃあ視聴してくれた諸君ありがとう。これからもいろいろなところで悪の布教を広めてまいるぞ。ではまた悪夢で会おう。勝ちナビをよろしく。